おはっちこんはっちこんばっち、ハッチチャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで外野手作っていきます。今回はリクエスト回、復活したのをやっていきたいと思います。今回作るのは巨人の松本選手を作ってくださいということでやってみたいと思います。左投げ左打ちの外野手で、フォームは公式だとスタンダードの78なんですけれども、リクエストされた方の希望によりバスターの1でやりたいと思います。で、好きな球団はもちろん巨人でやっていきます。で、目指す能力ですね。今年の、アップデート後の能力こちらになっております。弾道が1で FFBDBB でバント丸内野安打丸ローボ、あとは盗塁 C 走塁 C 早球 A 怪我しにくさ F、 あとはチャンスが E となっているんですけれども、規模の能力は若干違いますね。弾道が1か2、ミートが D か E、 パワーが E か F で、走力は A 以上できれば S で、肩が D か C、守備が C 以上、守備補給が C 以上できれば B ということで、まあポイントとしては走力重視の選手が作れればいいのかなと思って、まあ走力、S で守備補給がまあ C 以上を目指してやっていきたいと思います。ということでね、まあ持ち込みカード走力強化でしょうと、まあ守備補給も上げていきたいんですけれども、僕の中ではやっぱ一番使いやすいのはこちらヒーリングカードになっておりますので、こちらのカードを使って、再現していきたいと思います。ということで行ってみましょう。はい、ではやっていきましょう。まさかの走力最低値か、走力と守備が最低値だね。外野手なので全ての能力が25から35のスタート、低いな。では気を取り直していきましょう。まあ走力が4つか、4つあるからまだ救いっちゃ救いだね。はい、肩下げ肩下げで、やる気を上げてから走力いけるのがベスト。肩上げ、走力走力、いいよ、プラニプラニ、走力引け、偉人伝流し代打丸、お、まあまあ悪くはない特能もらいましたね。さ、いやー、それは一番強化系の中でいらないやつだ。パワーは上げたくない。はい、では第2ステージいきましょう。ダーン、総力が1個だけか。まあ矢部くんがいるんで、矢部くんには確実に会っときたいとこだね。ではミートミート戻りの、もうパワーはほんと踏みたくないからね。はい、ここで回収しとくか。こっちにね逃げられたらいい、めんどくさいけれども、やっぱ守備が先に欲しい。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、オッケーオッケー、プラ7、よし。はい、であとはもうここだけ取ればいいので、5以上5以上5以上10、まあ6、 OK。 最後ヒーリングが欲しかったところだな。はい、では第3ステージいきましょう。はい、お、一気にカエルも、しかもこれちょうど総力になる、これが理想だ。はい、総力で宝箱行きたいけど、マップのあれがよろしくないね。はい、選手特の初級丸、まあ悪くはない。総力引け、オッケー。総力総力、こっからこっからがっつりとね、どこかのハッチ粘り打ち、総力でシャッフルするか。いいよいいよ、 B まで上がってきた、ナイスドン、オッケー。あ、これ今上いけねえのか。はい、どうしようかな。 A は確定だから、どう回るかだな。はい、ミート許可、お、いいいいいい、
ヒーリングで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 全然回復しない。よし、あとは守備補給だけ上げていけば完成できる。はい、第4ステージ行きましょう。いいぞいいぞ、調子いい。いやー、回るのが大変。はい、マギー基本能力オッケー、ナイス補給。はい、無地が青、よし、帰り道がだいぶ楽になった。来い、うっ飛ばし、オッケー、怖くない。ドン、うっと少ない。待って待って、帰り道結局ここ戻ってかなきゃいけなくなんだよね。1、2、3、4、5、6、7、8。うわー、宝箱行きたいとこだったけど無理だわ。おい、無地は輝く。おい、お、いいよ。おい、持ってたカード、パワー落とせ、パワー落とせ。うわー、落としたくないやつ、まあ、ヒーリングよりかはマシだけどね。うわー、守備補給上げきれるかな。さあ、第5ステージラストだ。一気に帰れますよ、2個あるからいいんだけど、いいんだけど、いいんだけど、間に合わない可能性の方が高い。さあ、どこに、近くはないか。はい、赤パネがなくなる。お、いいよ、守備補給近く、マジで近く、マジで近く、宝箱のとこだからね。オッケー、近い、オッケー、これはマジでマジで神った。よし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 。ただ左に逃げられるのが怖いけど、選手もいるからね。はい、来たー、ナイス、一番低いところ、一番カバーして欲しかったとこ。でも逃げるね。あ、バント丸もやったぜ。あ、いいいい、めっちゃめっちゃ渋いね、能力ついてますね。せーの、逃げるんだよこいつ。いや、マジか、やばい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 。おっきゃ、あぶねあぶねあぶね。 DDD、 おっきゃ、おっきゃ、いった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 。わー、あと宝箱まで行ければいいけどな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。これでもいい気がするな。多分ワンランクはこれやれば、この動きすれば上がるはず。あ、厳しいか。何、1、2、3、4、5。あー、上がらなかった。1、2、3、4。途中で1回復すれば5、6。あ、ダメじゃん。おっと、選手がこっち来ればダメだね。うわー、まあ C って言えば C、 むしろ B 狙ってたんだけどな、守備補給。ま、でも特能も結構いい感じに入って、で総力、パワー、ミート、そこがいい感じになったのでね、どうでしょうかね、結構、まあ、満足のいくね、総力以外ワンランク下がっちゃったけれども、まあいい感じになったのかなと思うんで、特能が満足できるから今回はこれで終わらせたいと思います。松本選手、まあ、せっかくなんでね、最後に、顔違う、ちょっとまずいって。はい、松本選手能力こんな感じです。うーん、守備補給がな。まあでもね、バント丸も入ってね、いい感じじゃないでしょうかね。まあ、総力がね、一番売りということを聞いているので、総力、一番上がってよかったかな。はい、ということで、フォームはバスターの1を希望してるんで、本当はスタンダードの78なんですけども、今回はバスターにしたいと思います。成長は普通、あと、まあ、背番号か、背番号で言うと31番。生年月日はちょっと分かんなかった。はい、ということでこんな感じで終わらせたいと思います。はい、どうでしょうか。総力がね、一番の売りということで S、一番高く持っていきましたね。
肩守備補給がワンランクずつ下がった目標にはなってしまったんですけれども、そこが悔しいかな。はい、ということで、ぜひぜひダウンロードお願いいたします。守備強化。はい、では、こちら、動画説明文の中にも書いておきますので、そちらからダウンロードお願いいたします。ではバイバッチ。